どうも、思春期の子育てアドバイザーの道山圭です。本日は父親が子供に性的虐待をする場合という話をしていきます。ではいただいた相談内容から読んでいきます。13歳軽めな ASD 不登校の娘がいます。夫とは関係が悪く修復不可、家庭内で夫がピリピリした雰囲気になり、話一つで地雷を踏んでしまいます。娘が生きがいと言い、娘の意思も尊重せずキスをしたりしているようで嫌がっています。私には何でも話してくれるのですが、夫に嫌だとは言えず困っています。どこに相談するのがいいでしょうか、ということですね。はい、娘さんがこう嫌がっているのにね、お父さんが娘さんに対してキスをしているっていう状態は、これはいわゆる性的虐待っていう状態なんですよね。なので、今回このね、性的虐待の場合、どのように改善していけばいいかってところをね、お話ししていきたいと思います。本当に間違った対応をしてしまうと、お子さんにとって一生のトラウマになってですね、で結果的にずっと引きこもりとかになるってことも十分ありえますので、ぜひそうなる前にね、今日の内容をやっていただければと思います。はい。で、まず最初にこのね、性的虐待の定義についてちょっとね、お話ししておきたいと思います。はい。で、これはね、どういうことかっていうと、血がつながっているとかいないとか、そんなのは関係なしに、あと、性別もね、基本的には関係なしに、相手がね、同性、例えばお父さんから対する息子さんとか、お母さんから対する娘さんとか、もうこれも全部同じなんですけど、子供が嫌がっている状態で性的行為ですね。性的行為ってなかなかね、このラインが難しいところではあるんですけど、例えば体を触るとかキスをするとかね、そのようなことをしたら、基本的にはね、性的虐待というふうになるんですよね。もちろん細かいね、このラインが、はね、その状況によっては変わってきますけど、なる可能性が高いというふうにちょっと思っておいてください。で、例えばこれもしアメリカとかだったら、本当に多分ね、すぐに逮捕されてもおかしくないようなレベルかなと思うんですね。日本はまだまだね、アメリカとかと比べると、この部分っていうのはそこまでね、厳しくはないので、そういう過程もあるかもしれませんけど、でもこれが続いていくと、絶対お子さんにとってはね、トラウマになりかねないんですよね。だからこれはもう本当に早急に改善が必要かなと思います。で、まずは、この場合ね、お母さんからこの事実を、お父さんに、ね、伝えるってことが、必要になりますね。っていうのは、お父さん自身がそこまでこれ重要な問題だと思ってない可能性があるんですよね。で、なぜなら、例えば幼少期の頃とかって別に子供にね、なんかキスするとかって当たり前にあるじゃないですか。っていうのは別に子供がそれを別に嫌がるわけでもないし、むしろなんかありがとうみたいなね、僕からお母さんにチューするよみたいなことが全然起こりえますよね。幼少期の頃って、女の子のパターンもそうですよ。お父さん大好きって言ってね、こうギュッてしたりとかっていうのを幼少期の頃にはやっぱ普通にあるわけですよ。ちなみにアメリカだとね、そういうのも結構厳しいんですけど、日本はまだ全然その辺はいいんですよね。で、その延長で考えてしまうお父さんお母さんが多いんですよ。だからお父さんからするともしかしたらね、そんな別に問題じゃないでしょって思ってる可能性があるので、なのでまずはこの事実をお母さんから伝えないといけないということですね。実際ね、こう関係が悪く修復不可というふうに書かれてはいますが、でもそれでもやっぱお子さんのね、この未来を明るくするお子さんの未来がもう暗い状態にならないようにするのが母親のこれ責任でもあるので、これは話ができなかったとしてもちゃんと伝えないといけないですね。はい。で、ただしこのね、旦那さんの状態見ていると、話一つで地雷を踏むとかね、なんかピリピリした雰囲気になるとかこう書かれているので、もしかしたらね、ちょっとそういうことを注意したら旦那さんが暴れるっていう可能性もありますよね。下手するとなんかお母さんに手を出されるとかっていう可能性も全然ありえますよね。とか、お母さんには手を出されなかったとしても、例えば娘さんに対して、お前そんなに嫌なのかとかって言ってね、じゃあなんか余計に今度は体を触るようになったりとかね、そうじゃなくて、じゃあ今度暴力を振るうとか、そういう風にもなる可能性もあるわけですよ。だからもしお母さんから見てそういう可能性あるなと思ったら、やっぱ事前にね、専門機関に相談をされた方がいいかなと思いますね。どの専門機関に相談するかっていうのはね、状況によって変わってくるんですけど、まず一番ね、手っ取り早く相談できるのは、いわゆるスクールカウンセラーですね。学校のスクールカウンセラーと、この辺は、児童相談所とかも、だから学校とかともいろいろね、連携ができますので、まずは、無料でも相談できますし、一回担任の先生に、を通してね、ちょっと相談してみたいってことを伝えてみてください。で、その上で、なかなかそれだけだとやっぱり進まない場合は、いわゆる児童相談所ですね。絶対近隣にありますので、これをちょっと探して相談に行ってみてください。じゃあ児童相談所もね、どこまでやってくれるかっていうのは、地域によっても結構違いとかがあるので、なかなか動いてくれないんだったら、それこそ警察とかにも相談に行くってことも必要かなと思います。
はい。で、あと、例えばスクールカウンセラーの場合、絶対話したことはね、必ず担任の先生とか学年主任には伝わると思います。うん。で、だからそういうのが嫌だよって思ったりとか、あと、ちょっと児童相談所とかなんか警察ってすごくね、大変な組織だなっていうふうに思って、ちょっと相談に行きにくいなと思ったら、まあ、いわゆる公認心理師というね、いわゆるスクールカウンセラーとかをやるための必要な免許があるんですけど、この公認心理師の方が、まあ、たくさんいるんですよね、全国に。そういった方に直接相談に行くっていうのもいいかなと思います。まあ、僕が、ね、知ってる公認心理師だと、いわゆる小出博文先生ですね、とかも心理師の免許を持っていますし、こういった方たちだと専門的な対応ができますので、これは一つ方法としてありかなと思いますね。はい。で、あと、まあ、状況によってはね、別居も検討しようっていうことですね。まあ、基本的には、ちゃんと伝えた上で、ちゃんとね、こういう予防策を張った上で、旦那さんに伝えれば、普通は、あ、そうかと、ちょっと良くなかったなって話をして、あ、じゃあちょっとこれからやめていくねっていうふうになるはずなんです。ただ、さっきも言ったようにならなかったりとか、あとは余計にエスカレートするんだったら、まあ、次のやっぱ対応が必要ですよね。で、その時に、まあ、やっぱり状況によっては別居とかも検討していった方がいいかなと思います。っていうのも、今回の相談者の子は、もうすでに学校に行けてないわけですよ。で、この原因がね、いわゆる ASD で学校の仕組みが合わなくて行けていないのか、それともなんか愛情バロメーターが低くて行けてないのか、この辺によっても、もちろん変わってくるんですけど、この旦那さんからの性的虐待が結構トラウマになって、それで、不安でね、行けないっていうケースもやっぱあるんですよね、それだったら別居して心を落ち着ければ行けるってことよくあるんですよ、まあ、なので、まあ、一回別居とかもあんまりひどい場合は検討してみてもいいかなとは思いますね、まあ、ただここはね、本当別居すると今度経済的な部分がね、苦しくなるとかもあると思うので、その辺はね、その状況によって判断が必要かなとは思うんですけど、一応検討はねしてみてもいいかなと思いますね。はい、ということで今回は子どものですね、この性的虐待ですね、これに対する対応法についてお話ししました。ぜひ参考にしてみてください。